私たちの勝ちです。ハイヤシンス王、観念してください。来るな。父上の仇取らせてもらう。確保しろ。この魔法は…あいつは母さんを殺した。ありがとうございます。危ないところでした。ここであなたに死なれてしまうと困りますので、儀式は成功しました。まもなくこちらにジャリューソンブルが参ります。 Who's the shaded character? 動けるようになられたのですか。王の血を捧げた甲斐がありましたな。さあ、そろそろお目見えですよ。おお。おお、ソンブル様。こたびのお前の働きで。これほどまでに力が戻ったぞ。もったいなきお言葉。だが、あと少し足りぬ。それでは、こやつらを逃げに。貴様、何を勘違いしている。我が求めるは王の血だ。わかる。最後にその血を我に捧げよう。That was creepy. ハイヤシンス王が、彼は邪竜の仲間ではなかったのか。これは面白いものを見ました。見ましたか、あの顔。裏切られた時の表情、傑作でしたね。あんた何言ってんの、何笑ってんのよ、バカじゃないの。あれはベイル。ああ、うるさいですね。Oh my god. That was an unexpected review. せっかくの経が削がれました。これだから人間は嫌いなんです。別人？でも、あの包帯は私が巻いたものです。あれは一体…自己紹介がまだでしたね。私はソンブルの娘にして、邪竜族の第一王女ベイルと申します。以後お見知りおきを。ベイル、やっぱりベイルなんですね。邪竜族の王女ってどういうことなんです。今まで私を騙していたんですか。騙すも何も、こうして私たちが話すのは初めてのはずですが。え、ベイルよ、無駄話はそこまでだ。指輪を奪え、すべて仰せのままに。おお。ごきげんよう、
神竜様に王族の皆様、お久しぶりですわね。あなたは、貴様はフィレネ王女を襲撃した者だな。貴様だなんてご挨拶ですこと。まあ、あの時は名乗りませんでしたものね。フィレネ王城では部下が失礼いたしました。あの者は責任を持って私が殺しておきましたので。改めまして、私はセピア、数千年を生きる魔竜族、そしてソンブル様のしもべですわ。Really? 隣にいる者たちとは家族のようなものですの。4人まとめてシクと呼ばれておりますのよ。何が家族だ。竜族はあんただけ。こちとら普通の人間だぞ。俺はグリ、やるならさっさと終わらせる。僕はマロン。王族揃いって聞いてたんだけど、君たち僕らよりオーラないんじゃない？私はもうお初にお目にかかる。ベイル様よりお話は金が。シクだかなんだか知りませんが、あなたたちの相手をしている時間はありません。とにかくこの場を切り抜けますよ。みんな、モンション氏とエンゲージを。指輪が…ここですよ。あ、竜の時水晶、やはりあなたが持っていたのですね。セピアたちと楽しくお話ししている間にこっそり取り戻させていただきました。全く気づかないとは注意散漫ですね。まさかそれを使って。はい、指輪はすべてこちらの支柱です。返してください。もう6つも集めていたのですか。どうぞお父様。よくやった。これで指輪は我のものだ。だが、まとっている神竜の力が煩わしい。特にこの英雄王の指輪。マルス！輝け、始まりのエンブレム。マルス、答えてください。マルス。無駄です。あの指輪にはお父様の力が流れました。もうあなたのマルスではないんですよ。そんな。伝えよ、聖戦のエンブレム。シグルド。守れ、響きのエンブレム。癒せ、暁のエンブレム。ミカヤ、もうやめてください。解き放て、系譜のエンブレム。立ち向かえ、封印のエンブレム。リフ、ロイ、こんなことってこれであなたの紋章紙は全部こちらのものです。欲しかったんですよね、マルス。シグルドもルミエルを殺したとき、その二つだけ諦めることになって、私とっても悔しかったんですから。エイル、神竜様、ここは撤退を。逃げられると思っているんですか。指輪のないあなたたちに勝ち目はない。ここで全員死んでください。返して、みんなを返してください。